皆様ごきげんよう。最後の事業会となりました。社長です。マリサだ。前回は千葉の都市交通を再構築しました。今回は通貨交通の再編と、各所の利便性改善を行います。まずは局所的な利便改善です。これまで千葉電鉄大森町線と両総電車環状線は、大森町付近で交差するものの、互いに駅がなく乗り換えできませんでした。両線ともに駅の移転を実施し、乗り換えが可能な大森町駅を実現しました。また、大森町線では輸送改善のため一部区間の高架化や駅の統廃合を行い、3駅廃止した代わりに最大10両編成での運転を可能とした。他路線の影に埋もれる大森町線のイメージを改善するため、積極的な新型電車の投入も実施しております。さて、次の事業です。両総鉄道最大の稼ぎ頭は、高野貨物線沿線と茂原近郊に点在する産業を結ぶ、ロングランの貨物列車です。これらは千葉都市圏を環状線経由で通過しています。環状線はもともと両総本線千葉駅付近の発展に伴い、線路容量確保や混雑緩和のため開業しましたが、今や環状線沿線も都心部の扱いになるほどの発展を遂げています。また、開通時蒸気機関車の性能に合わせて線路を敷いたため、勾配の距離をなるべく抑えるようにしており、機関車が高性能化したいまでは、遠回りする線形が足かせとなってきました。環状線経由の貨物列車を市街地から遠ざけるため、そして、機関車の性能に見合った線形に改良するため、高野貨物線と両総貨物線を短絡する外環状線を建設いたします。外環状線は、稲毛駅東にある高野貨物線と環状貨物線の接続点と、本田駅北にある両総貨物線と両総列車線が離れる箇所を結ぶ。本田から穴川付近までは環状線より南側を通るが、穴川と高野貨物線の間は環状線内側を通り、従来よりもショートカットする。外環状線の改良と、機関車、貨車の高速対応により、貨物列車の時速110キロを実現。さらに時代が下ると、貨物電車による時速130キロ運転を実現した。貨物列車の効率化で収益も大幅に向上。両総鉄道全体の車両置き換えを前進させることができました。また、環状貨物線の空いた線路容量を旅客輸送に還元するべく、各所の貨物線で配線変更を行い、穴川駅と津賀駅の環状貨物線上に旅客ホームを設置。千葉駅経由のみだった中距離電車に津賀経由の新系統を加えます。市川、茂原方面を結ぶ両総本線普通列車と、日の出、木更津を結ぶ行徳線、北前線快速直通系統の2系統に加え、津賀経由で日の出、茂原を結ぶ行徳、両総線系統と、津賀経由で市川、木更津を結ぶ両総、行徳線系統を加える。新系統の誕生により、これまで環状線で回ってくるか、千葉駅まで出て志津線や新穴川線に乗り換える必要があった。津賀、穴川地区が便利になります。津賀経由の中距離電車は、厳密には環状線経由となりますが、短距離系統の環状線と紛らわしくなるため、環状線経由とは呼ばず、津賀経由どこどこ駅と案内します。続いて、最後の事業です。2022年に、開業150周年を祝うため、150年もの間に運行してきた列車のリバイバル運転を実施します。その中で最大の目玉が、開業時に導入した1号編成による、開業当初の区間稲毛、蘇我間を運転するものだ。運行の様子は、次回最終回にてご紹介します。今回は、新系統行徳両総線列車の全面展望をご覧ください。点、5番出発、進行停発。次、長田停車。今日も両総鉄道をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は両総本線
行徳線直通、須賀経由日の出行きです。蒲取、蘇我、千葉、稲毛には参りませんのでご注意ください。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合、第5並速駅での発売額と異なりますのでご了承ください。次は永田です。第4並速進行。この電車は津賀、穴川経由の日の出行きです。永田、津賀、穴川、美浜と美浜から先の行徳線内各駅に停まります。第3並速進行。長田より先の両総本線、蘇我、千葉、稲毛、幕張、船橋、市川へお越しのお客様は、長田でこの後に参ります両総本線普通市川駅をご利用ください。第2並速進行。4号車5号車はグリーン車です。お手洗いは先頭と一番後ろの車両にございます。次は長田です。第1並速進行。まもなく長田、長田、お出口は右側です。この電車は行徳線直通、須賀、穴川経由日の出行きです。蒲取、蘇我、千葉、稲毛、幕張方面においでのお客様と地頭線はお乗り換えです。長田の次は須賀に停まります。客第1町内進行。進路3番、長田停車重要。第2町内進行。まもなく長田、長田です。この電車は津賀、穴川、行徳線方面に参ります。蒲取、蘇我方面ご利用のお客様はこの後参ります市川駅をご利用ください。長田を出ますと次は津賀に停まります。五条防止で何重にもアナウンスしておりますとおり、この電車は茂原を出た後環状線の津賀、穴川経由で行徳線に入ります。旅客化された貨物線を主に通り、この長田駅を出るとホームがあるのは千葉都市圏の副都心、津賀です。長田定時、客船出発、進行。ドアが閉まります。ご注意ください。点、客船出発、進行。停発、次、津賀停車。この電車は日の出駅ですが、例により、今回も尺の都合で美浜駅までとなりますのでご容赦ください。これよりコメント返信をいたします。発車合図のブザーがかつての東京メトロみたいだな。元ネタ的に英断だとは思ったけど、京阪もこんな感じだった気が気のせい？京阪も英断に似たブザーを使うようです。第11並速、進行。英断は駅側で鳴らしますが、京阪は車両側で鳴るようで、発車メロディを鳴らす駅でもブザーを併用する映像がありました。第10並速進行。この電車は両総本線、行徳線直通、須賀経由日の出行きです。次は須賀です。この電車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら席をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。第9並速進行。会社切り替わった付近で制限速度変わるの好き。新穴川線と千葉林線の最高速度は揃えているのですが、たまたま新穴川線に入るところで加速を終えるのでいい感じになりました。第8並速進行。東急日吉っぽい雰囲気。新穴川線と千葉林線が接続する中弁天駅ですね。他には羽沢横浜国大とのご意見もいただきました。第7並速進行。サメ図鑑があるサメ塚八幡山みたいな作りだな。こちらは天台駅付近でいただきました。
いずれも、真ん中に島式ホームがある一面四線の高架対比駅ですね。まあ単に、あの配線が作りやすかった。第六閉塞、進行。通過線なのに制限厳しいな。直前に大通りとの交差があったり、ホーム有効長を長めに取った影響で通過線にも制限をかけてしまいました。あの付近は駅間が短く、列車密度が高くなりがちで、速度向上の優先度が低かったのもあります。田んぼがあればいいなぁ。田畑でいいから埋め尽くされてないと落ち着かないっていうのはなんかわかる。田んぼを置く手法自体は確立されているのですが、第五閉塞、進行。いかんせん手間がかかるので、広範囲に置くのは大変なんですよね。特に本シリーズのように、最終回の投稿期日を決めている場合は、風景に手を回す選択を取れませんでした。笛吹いたりブザー合図したり田舎の JR 感ある。実は地元の私鉄を踏襲したり、してなかったりします。こういうガラスの外壁って、パッと見かっこいいけど大抵雨でめっちゃ汚れてるんだよね。確かにその通りですね。第四閉塞、進行。栄えてるテナントが入るような駅ビル一体型だと手入れされるんですが、余談ですが、あの二面四線駅ビル付き高架駅のモデルは古賀駅なんだとか。信号機が壁に設置されているな、今気づいた。はい、トンネルではこちらの信号がおすすめです。そういや新大阪駅の建物って阪急の線路を上に敷くためにごつい作りになってる部分があるっぽいね。新宿の旧前市みたいな感じで。第三閉塞、進行。御堂筋線の上あたりでしょうか。意味深な橋脚がありますね。新御堂のところにあった橋脚は撤去されましたが、新大阪に進出する野心はまだ残っているようなので楽しみです。さて、列車はここまで旅客用に作った線路を走行してきましたが、蒲取より先は、貨物用に作った線路を走行します。第二閉塞、進行。また、両総本線から環状貨物線に入る貨物列車が、外環状線に移りましたので、旅客系統のみが、この先の分岐ポイントを通過します。そのため、一部に配線変更を施し、一度廃線にした線路を復活させた箇所もございます。第一閉塞、進行。そのあたりにぜひご注目ください。お客様にご案内いたします。この先、電車が揺れますので、お立ちのお客様は手すりやつり革にお捕まりください。客船場内、進行。進路環状、蒲取通過。急脚って短距離用、長距離用とか普通用、急行用とかの区別が曖昧だったしな。鉄道車両の進化に伴って通勤型や近郊型、急行型など細分化していきましたが、民営化後は通勤型と近郊型の垣根がなくなったり、通勤型を近郊型に近いものへ改造したりするので、出発、進行、蒲取停止。徐々に垣根のない時代へ回帰していってるようにも感じます。さて、本シリーズのコメント返信は以上とさせていただきます。次回最終回ではコメント返信をお休みします。本シリーズも、多くのコメントをお寄せいただき、誠にありがとうございました。列車はこれより千葉都市圏へ入っていきます。ぜひともお楽しみください。両走場内、進行。
発進行。第一閉塞進行。進行。第三閉塞進行。第二閉塞進行。第一閉塞進行。管科大一丁内進行。進路客6番津賀停車重要。間もなく、津賀、お出口は右側です。環状線と志津線はお乗り換えです。津賀の次は、穴川に止まります。環状線と志津線は、お乗り換えです。第二場内、進行。津賀、ご乗車ありがとうございます。滅、津賀定時6番出発、進行。ドアが閉まります、ご注意ください。点、6番出発、進行。
停発、次、穴川停車。第一閉塞、進行。次は、穴川です。この電車は行徳線直通、日の出行きです。幕張、津田沼、船橋、市川においでのお客様と環状線、千葉電鉄新穴川線、村上線はお乗り換えです。穴川の次は、三浜に止まります。感化場内、進行。穴川停車重要。穴川、ご乗車ありがとうございます。滅、穴川停止。感化出発、進行。ドアが閉まります。ご注意ください。点、感化出発、進行。停発、次、三浜停車。感化出発、進行、進路用化。この電車は行徳線直通、日の出行きです。次は三浜です。三浜から先は終点まで各駅に停まります。お客様にお願いいたします。電車は事故防止のため、やむを得ず急停車することがありますので、お立ちのお客様は、つり革や手すりにおつかまりください。第三閉塞、進行。第一閉塞、進行。行化場内、進行進路要得。
強化出発、進行、進路要得。第四兵卒、進行。第三兵卒、進行。第二兵卒、進行。まもなく、三浜。三浜、お出口は右側です。第一兵卒、減速。京都第一町内、停止。三浜停車、重要。お客様にお知らせいたします。前を走る貨物列車が遅れたため、この列車も停車しました。信号が変わり次第、発車いたします。列車遅れまして申し訳ございません。列車が動きます。ご注意ください。進行進路2番。場内進行。三浜、三浜、ご乗車ありがとうございます。三浜駅分園、2番出発、進行。